高い金払ってお前呼び寄せたのにあいつはテレビ出れないのか。どういうことだお前。前だやんのかもだろうとか言ったらこっちの方が視聴率で前だね、視聴率で分かったみたいな。そっちの方もあるんですよ。いやいや、その猪木さん見たくないっす。またスターダムをちょっと熱くね語っちゃって女子が続きましたね、はい、だからなんかやっぱ YouTube なんで1話10分とかでお願いしますって言われてるんですよね、はい、まあちょっと前回1時間以上喋ってしまいました。いやだから本当に忘れもしない初めての収録のあの伝説の 1.14 メモリーカードが足りなくなる事件っていうのがありましたから。ああ、 1.14 の収録ね。この収録2月3日が初配信ですけど、はいはいはい、収録は 1.14 伝説のメモリーカードが足りなくなる事件。あれも忘れられないです。衝撃です。あったね。衝撃です。今まで初だもんね、テレビの収録において。 初です。な、30年ぐらいもやってるけど、はいはい、すいません、メモリーカードが、ちょっと、ま、嘘でしょっていうのを経てですよ、今回は。今回はたっぷりあるでしょ、メモリーカードも。メモリーカードたっぷり買ってますから。さあ、というわけで、はいはいはい、今回も視聴者の皆様からの質問の中から、ありがとうございます。たくさん届いておりますので、どんどん送ってくださいね。はい、こちらでございます。はい、今までで、一番悲しかったプロレスの試合って何ですか？はあ。この角度の質問ってなかなかね、一番盛り上がった試合なんですかとか、はいはいはい、一番感動した試合なんですか、はいはい、興奮した、いろいろあるけど悲しかった、うん、応援してる選手が負けるもあるし引退試合もあるし、僕がよくプロレスをプロレスというかこうやって喋ってるので、はい、よくあのピント、ああ俺知ってるぞお前前話してたもんなって泣いた話知ってるぞっていうのは、それはやっぱあれだと思うんですよ。高田対ヒクソングレシー、東京ドーム、はい、一発目ね、1回目、はいはい、あれはやっぱり高田を信じてヒクソンやっつけてくれると思ったら1ラウンドであっさり負けてしまったっていうので、もちろんあれはもうお帰りくださいっていうアナウンスがあるのに席から動けなかったし、で出て行ってもなんか歩いて帰るっていう、ちょっとあの水道橋からは乗れないわけよね。もうそんな気持ちじゃないですよね。ちょっと一息歩こうかみたいな感じになった、うん、それはあるけど、一応あれはプロレスの試合ではないと、あれは格闘技の試合のカテゴリーなの で、ね、今回はちょっと割愛させていただきます。それは違うやつにさせていただきます。そうなってくると何でしょうか。有田と週刊プロレスっていうそのアマゾンプライムでやってた番組を見てる人は、あ、その話してたかなと思うかもしれませんけども、はい、ちょっとまあ、おさらいでもないですけど、ちょっとそういう切り口ではちょっと言ってなかったんで、はい、本当に悲しい試合がありました。未だに忘れられない。大体そうですね、そういうことが起こるのはね、やっぱり新日本プロレスです。はい、喜怒哀楽詰まってますもんね、新日って、まあ、いろんな事件が起こりますから、うんうん、はい、これはもしかしたら福田もちょっとこうなんか乗れるというか、はい、ちょっとこう感情移入するかもしれない。ちょっと噂も聞いたことあるかもしれません。ほう、UWF っていう、はい、ね、あのこの前田とか、はい、高田とか、はい、藤原、これ第一次 UWF です。あ、組長、はい、はい、第一次 UWF ですね、はい、が、新日本プロレスを抜けます、はい、で、こっち側、ジャパンプロレス、はい、これ抜けてしまうんですよ。あの長州力とか、はい、アニマル浜口とか、はい、やつとか、マサ斎藤とか、はい、ね、こう抜けてしまって、これはもう全日本プロレスに行ってしまう、はい、全日にね、この辺の話はもう散々おさらいしたと思います、はい、ユーダルフ言ってます。で、新日本プロレスはすごく手薄になってしまう、はい、猪木藤波、はい、ね、で、もう頼みのつなるタイガーマスクまで引退、はい、引退してしまうんですが、UWF で復活します、はい、でも UWF でも結局抜けてしまう、はい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 、みたいなことになって、もう手薄になるんです、すごく、はい、で、ちょっとこのままじゃまずいと、うん、新日本プロレスはって言って、うん、どうなったかって言ったら、うん、この UWF がちょうどその時にやっぱりタイガーマスクが抜けるとか、はい、ここにいたザ・タイガー、はい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 、タイガーマスクが
抜けるとかでいろいろこうトラブってて、ちょうどお客さんも入らないってなった時にどうしようかって戻す、はい、新日本プロレスを戻すんです、はい、ね、でそれでやる、はい、したらもうこれで盛り上がるだろう、新日本プロレスとやって、まあ、なぜならその時、うん、金曜日の20時ですからゴールデンタイムですもんね、はい、放送時間が。裏は金髪先生、日テレ太陽に吠えろです。強っ、はい、強いわけですね。とでそっちとも戦わなきゃいけないんですよ。強敵やな。あのもう UWF とも戦わなきゃいけないけど、まあまあまあ、一方では武田鉄矢とも戦わなきゃいけない。いや武田鉄矢手強いっすよ石原裕次郎と戦う。うわ手強いなぁ。国際軍団と戦うよりも石原軍団と戦う。いや強いな。違う意味で最強やからね、石原軍団は。っていう側面も今となってはあるんだねってことをまず分かってほしいです、はいはい、つまり中でプロレスとして戦いを盛り上げていくっていうのもあるけど、はい、一方ではそっちの方からのケツも叩かれるわけですよ。まあ視聴率取らなかったですからね、はい、だから戻しました。前田と新日本プロレスの戦い散々見せていきます。なんかねやっぱり人通りこう一周し、うん、なんとなくもう当たって、はいはい、まあ、なんかはいはい、なんとなく UWF と、うん、例えば藤原と猪木がタッグ組んだりとか、はははなんかこういうのもいろいろあれ盛り上がったんですよ、はい、すごい腰長対高田とか、はいはいはい、猪木と前田をやるのかとか、はいはいはい、藤浪対前田とか、これ最高 MVP 取りましたか、この試合を取りましたから最高試合、そこ盛り上がったんですが、だんだんちょっと慣れてきますね、見慣れてく、まあ、まあまあ仕方がないですね、うん、それは。いやもうこっちの方からおい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 、うん、やってんのかおいと、うん、テレビやって数字数字みたいな、うん、あるわけです、こっちの方からも。いやそれだってもう向こうはいろんな犯人出てくるし、そうよ、いろんな悪い制度出てくるし、はい、悪い制度出てくるから、そんなもうそりゃ向こうの方が強いっすよ正直。だから前だやるやんのかもやろうとか言ったらこっちの方から、視聴率前だ、ね、視聴率分かったみたいな、そっちの方もある。いやいや、その猪木さん見たくないっすやろう藤原、ちょっと視聴率数字取るからみたいなこの側面もある。これを何パーですか僕らはもうその時は子供だから、はい、その側面知らないからね。知らない知らない。でもやっぱり 今はもう一つ一つの興行で、あんまりテレビじゃないじゃないですか。まあもうそうですね、今の時代。でもその当時やっぱゴールデンタイムでやってるので、うん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 、やっぱりそれもあるんです、うん、ってなった時にもうここもマンネリ化してきたのかなぐらいの時にとんでもないことをするしますね。これここ、はい、ここを戻す、うん、まあ、もちろんアニマル浜口さんとヤツさんは戻りませんでしたけども、そこポリシーなんですよね、はい、アニマルさんは引退、うん、でキラーガンさんも引退、うん、でヤツは全日本プロレスに残るっていう感じで、まあ、分裂してこうなったんですよ、こちら。まあだから力プロみたいな感じになったんですけどね、一応ね、これがね、あそういうこれがジャパンプロが残ってたで、まあ、斎藤とか、まあ、小林邦明さんとか、ね、こういう方たちが、はいはいはい、長谷とか、長谷さんこっちなんですね、はい、まあ、そういうのが、まあ、戻って、はい、いよいよこの UW とジャパンと新日本プロレスの3組になるから、うん、まあ、これは盛り上がりそうだなと、うんうんうん、なったんですよ、うん、ただそこに、うん、そっちの側面の方から言わせてもらえばですよ、うん、こっちの側面から、これでもうよしやこれで、うん、UWF と長州のところでやるならこれはもうテレビも盛り上がるな、ほら。斎藤さんもそらそら。見たらまたテレビ局の人がポッ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 、うん、すいません。あ、どうした？あの、長州さんが、前日のあの日テレとの契約があるんで、ちょっとテレ朝これで、みたいな。え？ちょっと急に来ちゃったんでね、みたいな。え？出れないのか、あいつら。お前高い金払ってお前呼びを寄せたのに、あいつらテレビ出れないのか。どういうことだ？みたいな。だから試合は長州出てるんですよ。オンエアできない、オンエアができないという。何それ、何のために戻したん。だってそれやっぱり全日本プロレスから急に呼び戻されてるっていうか、全日本とこっちももう辞めるってなって、はいはいはい、ちょっと、ま、揉めて、はいはい、来てるので、やっぱそことも話つけない。日テレと契約してたんでね、はい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 、前日は、はい、そっちの側面から言わせてもらえれば、うん、戻したはいいけど出れないみたいなのあったんですよ、まあ、しばらくね、はい、でそんなことをしてるうちに、まあまあ、そっちの方の話もつき、はい、なんとか出れることになりました。はいはい、なんとか契約期間みたいなのが、はいはい、でももう不安でしょうがないわけよ、テレビ朝日としては。そう、数字がですか。はいはい、前もなんか UWF をね、うん、戻したらもう間違いないってなって、
ちょっとしたらなんかもうなりましたしねみたいな。でなんかジャパン戻して、維新軍とこうやるっていうことね、でいいですけどみたいな、大丈夫ですかみたいな、なんかそんなあって、まあもちろんいろんな世代闘争とかがあり、はいはいはい、もう一度だから藤浪対長州とか猪木対長州が見れるわけじゃないですか、はいはい、だからあこれは楽しみだななんてなってたんですよ、はい、だけどテレ朝はちょっと不安、これ大丈夫、ほんまにこれで数字取れるのかと、うんうん、そこでテレ朝は考えて、うん、まあ確かにその新日本プロレスのね、その分かると戦い、うん、前田と長州の方、その辺のなんかイデオロギーの戦い分かる、ちょっとこっちはこっちでちょっと仕掛けるかみたいなのがあったんじゃないかなと僕は思います。曲側も視聴率が欲しい波があったと思います、はいはい、そこでお願いするんですよ、ちょっといいですかと、この親会社であるテレビ朝日がちょっと動いたと僕は推測してます。それはっきり分かりません、はいはいはい、誰に声をかけるか、全日本プロレスの馬場さんにすいません、全日本プロレスのライバル会社、ちょっと馬場さんちょっとこっち一回出てもらえませんかとか、おうおう、なんか女子プロレスの団体のとこ行って、すいませんクラッシュギャルズちょっと借りてもいいですかね、おうおうおう、まあそういうことを一見考えますよね、プロレスの人は、はい、でもテレビ朝日はもうグローバルですから、そんなとこじゃないです、ちょっと協力いただけませんかって言った先がなんとビートたけしさんなんですよなるほど、はい、その時、まあ、そのもうトップ中のトップ、はい、もうたけしさんが番組やればもう絶対 20% ゴールデンで自分の番組もう各局持って、たけしの、はい、で軍団さんもいる、もう元気が出るテレビから、テレビタックル、もうテラサテレビタックル、もういつも 20% 確かにこれテレビ局ならではのアプローチですね、はい、まあ、普通そこには行かないじゃないですか、うん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 、だけどなんかテレ朝としてはちょっとそうか、そういうとこも絡めるという、うん、そのグローバルな、うん、アメリカの団体が芸能人絡めたりしてるし、うん、ちょっとやってみようかな、まあ多分そんな動きがあったんじゃないかなと僕は思います、うんうん、でたけしさん、うん、ちょっとなんかやりませんか、でそこで分かったと、たけし軍団っていうのがあるように、うんうん、たけしプロレス軍団、うんうんうん、いわゆる TPG というものを作り、ここをと猪木軍新日本プロレス軍団と戦うって見るのはどうだみたいな話に多分なったんでしょう。なるほどね、はい、たけしからの刺客として新日に差し向かう、はい、せるっていうって言ったって、やっぱたけしさんはもうものすごく忙しいし、うんうん、そんな簡単にそんなリングに上がりません。そしたらやっぱそこでオールナイトニッポンの中で、うんうん、やってました、たけしさんオールナイトニッポンやってましたから、やってました、はいはい、その時にちょっとミニコーナーみたいなのあって、たけしプロレス軍団作ろうよみたいな、最初そういう雑談から始まりで、オーディションして若手集めてとか、でそこのコーチに、まあもう敵であったマササイト、ああマサさんが、マサさんが、コーチにつき選手を育てる、まあ、そこにいた選手っていうのがまあまあね、今考えられたけど邪道、あ、邪道さんもそこ、まあ、その時はそういう名前じゃなかったですよ、邪道下道とか、はいはい、スペルデルフィンとか、デルフィンも、はい、TPG 出身なんです、はい、この時に何気なく TPG に入って、はい、た選手が今もうとんでもない新日本プロレスの仕切ってるわけですから、じゃあそのオーディションで選んだ人もなかなか先見の目があったんですね、ちゃんと、でまあ若手もつくに TP たけしプロレス軍団、たけし軍団がプロレスするわけじゃないと、はいはい、でガダルカナルタカさんとか、はい、がダンカンさんとかがこうやって集めて、はい、なんかオーディションやったり、マササイトさんに稽古つけてもらったりとかしながら、うん、こっちはこっちでし、こっちのストーリーとは別に進行してるんですこっちは、うんうん、でそれだけだとやっぱり若手ですから、うん、そ目玉が欲しいと、うん、そしたらなんか、ま、アニメみたいななんか持ってきて、うん、こんな選手をうちがデビューさせようぜみたいな話になってって、そこれが、まあ、このビッグバンベーダーもうね、はい、後にも日本のプロレスの代表する外国人選手になる、はい、スタン・ハンセンがビッグバンベーダー、それはもうこのちょっとこうおふざけのようなとこからポロッと出てきた本物レスラー、うん、まあ、レオン・ホワイトというアメリカの選手、フットボールのその方に、うん、まあ、マスクをかぶせて、はい、ビッグバンベーダーとしてやろうと。これ誰がこう目をつけたの、まあやっぱマサさんのルートもあると思うけどね、やっぱ外国アメリカのマサさんずっとアメリカにいるから、そっちのルートでいいのいるぞと、もうでかくてめっちゃでかくて動けるのがいいぞって、じゃあそれを日本に呼んで武志プロレス軍団としてやろうかみたいななったんじゃないかなと。でガナルカナタカさんとかダンカンさんがリングに上がるんですよ。でそこで
なんかギャグとか、うん、要はちょっと熱湯風呂みたいなことやったら本当に今やばい、その当時やばかったので、うんうんうん、本当真面目に、うん、我々は本当にプロレスを真剣にやります、たけしプロレス軍団としてやります、猪木さんぜひ我々が連れてきた選手と戦ってくださいみたいなことを、うんうんうん、あのマサ斎藤さんを連れて、いや、うん、言ったりしてるんですよ。おふざけなしの、はい、おふざけなしです、まあ、で正直何度も言いますけど、プロレスファンはその当時芸能界と絡む、いわゆる芸能人と絡むを、山田邦子さん事件もあったでしょ、その前に長谷さんと、ね、そういうのもあります、はい、長谷さんと揉めたとか、はい、でちょっとやっぱ芸能人に対してちょっとダメなので、うん、僕なんてもうたけしさん大好きでお笑いですから、うん、だけど、うん、プロレスドリングに絡むとなるとちょっとやめてっていう、うんうん、すごいわかります、え違う違う違うっていう感じだったんですよ、うん、すげえわかります。チャンネル登録、高評価、お願いします。お前、アイドルだろ。